声がすごい小さいんですけど、今回マイク用意しなくて、人とコミュニケーションするのが苦手だったんですけど、今もあんま得意じゃないんですけど、人ってこう話したらレスポンスがあるじゃないですか。けどレスポンスがあるからって、こう人間いろんな人がなんかいろいろ多様なこう性格があって、そういうわけでもないし、そんなに人間が大好きな人ってやっぱり大好きでもなんか終わりがあるだろうなと思って、なんかこういろいろ鬱陶しいなと思ってた時に、散歩してたら、僕全然植物とかあんま興味なかったんですけど、雑草が生えてて、雑草が可愛いなと思ったんですよ。あ、それが猫じゃらしなんですけど、猫じゃらし見たら普段何も思わないんですけど、雑草だなと、めちゃくちゃアホだなと思ったんです。なんでアホかって思ったかっていうと、植物って話さないんですけど、話さないからその形がなんか形で全て表現してるから、その形で見たらアホだなと思って、ひまわりとかそういう花とか派手な花とかは色とか形とかでなんか性格とかつけることができるけど、雑草ってあんまり特徴もないし緑だし、あんまり注意して見てなかったんですけど、とにかく猫じゃらしアホだなって思った時に作った歌です。してた友達とかは団地が懐かしい、それは当たり前なんですけど、そういう話聞いた時に、あ、もし僕が団地育ちだったら団地懐かしかったんだろうなと思って、団地に友達がいっぱいいてそういう生活を送ってて、で大人になってもそういうの忘れないんだろうなと思った時に作った歌です。Thank you.
懐かしくもない。